時間です。よろしくお願いします。何ですかこの気持ちのいい素晴らしい天気、もうはしゃいじゃいますね。本当にいや綺麗、いやいやこんな穏やかなもんですか。いやこっちがね、もう全部見渡せます。いやいいですね、素晴らしい。いやもうこの景色だけで耐えられちゃう、はあ、ね、はい、ということで、はい、今日はどこへ来ているかと申しますと、オーダーウォーター、あ、ごめんなさい、ちょっと発音が良くなかったんで、発音よくいきますね、はい、オーダーウォーター、オーダーウォーター、オーダーウォーター、イエス、オーダーウォーター、オーダーウォーターでございます。オーダーウォーター、あの、はい、ウォーター、水ね、はい、はい、ということで今日は小田原市、県の西部に来ております、うん、大きい町だ、はい、戦国時代は、あの今もうこの小田原城見えておりますけれども、うん、御北条氏の、うん、城下町として栄えた町ですね、うん、いやすごいわ、はい、そう思うと海の目の前にお城あって後ろは山で、ねね、囲まれて、うん、こっちにブワーッと町が広がってたんでしょうね、はい、で、まあ、私たちが今どこにいるのかと言いますと、はい、もう小田原駅なんですほぼほぼ、うん、はい、小田原駅直結の商業施設、うん、美中小田原の14階に来ております。あ、すごい、こうやって景色がね見られる場所があるんですね。本当に、うん、結構これ向こうも広いんですよ、はい、で、あのランチはこの、うわ最高、オムライスかな、はい、ね、美味しそうなこちら、バグ的なもんが乗っかってるかな乗っかってますね、はい、ね、こちらいただきます。とろっと、はい、デミちゃんか何かが流れちゃって、デミちゃん、いやすごい、美中の方ですか。あきらさん、てるいさん、お待ちしてました。あ、よろしくお願いいたします。美中小田原の工藤です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと親近感のある髪型してらっしゃいますね。そうですね、ちょっとこれ持ったらもう出来上がりですかね。これであきらさんが、ありがとうございます、ネタやるときね、こんな感じで、そうですよね、はい、うわ、ありがとうございます、よろしくお願いします。素敵な建物です ね、ありがとうございます。ここ登ってくるときに、はい、1階とか2階とか下の階は面白い建物なんですね、はい、はい、あちらがですね、うん、江戸情緒香る、小田原、新城下町として、うん、4階建ての建物になってます、うん、やっぱこう駅降りてすぐ、うん、その城下町の雰囲気を感じられるっていうのがね、うん、素敵ですよね。で、上はね、こうやってしっかりした近代的なビルでですね、で、なんかちょっとあちらの方に人がいらっしゃるんですけど、あれなんですか。あちらがですね、自慢の展望足湯となっております。足湯、はい、この景色見ながら足湯けるんですか。はい、え、これ、はい、結構いらっしゃいますよね、ね、お客さんね、はい、いつもですね、多くのお客様にご利用いただいております。ここはおいくらぐらいなんですか。こちらは無料で、無料なんですか、え、お楽しみいただけます。無料でこの景色も楽しめて、はい、足湯も、そうですね、こちらね、天気が、そうですね、で、こちらの足湯はですね、はい、箱根湯本の天然温泉を利用しております。そうですか、はい、わすごい、すごい、湯気が、あったかさ、今日さ寒いから、今日寒いから、寒いから、最高、こういうの大体ロケの最後でね、あー疲れたって言って、はい、ててね、いやするのありますけど、はい、私たち今日最初ですけどオープニングまで行きますか。入っていいですか。ぜひ、いいですか、はい、ありがとうございます。うわー、いただいちゃいましょう。やったやった、え、こんにちは、お邪魔します、すいません、皆さん、こんにちは、こんにちは、気持ちいい、気持ちいい、暑い、暑くはない、暑くない、大丈夫、まあ、ちょ、いいね、いいね、お父さんとお母さんと来たの、よいしょ、え、さあ、皆さん、あれですか、初めて新幹線乗ったの、何したの、あ、そっちね、どこから来たの、川崎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 から、あ、そうか、だからね、泊まるもんね、あ、暑い、どうですか、暑い、あ、結構暑い、でも暑い、入れるか、行っちゃうと、もう大丈夫、本当ですか、うん、待って、濡れないようにしないと、やばい、よし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 、あ、ちょっと、ちょっと、寒いから、はい、足、ギュッと、あったまりますね、あったかー、あー、最高、あったかい、あー、最高、最高、いや、これでも、こうやって眺望見ながら、ねえ、これ、何時間でも入ってられますね、そうですね、あと天気がいい日はですね、うん、こちらから三浦半島や房総半島まで、はい、はいはい、今
は今日もそうですね、あちらの向こう側なんですね。大島見えてますよね。そうですね、あちらには大島、うん、でその奥にはですね、初島などもね見えてます。そう、今見えてるのが房総半島ですね。房総半島はね、向こう側になりますね。もっとあっちの。そうですね。ああ確かに、あちょっとだけ見えてるかな。最高だ、最高。いやもう喋んなくてもいいですか。いやこれからだから。そうか、行きましょう。ここからですね、一緒に。じゃ一緒にタイトルコール、ここでちょっと座っていただいて、はい、カメラに向かってやりましょう。あっぱれ神奈川大行進と申しますんで、はい、スタートと、はい、飛び出しちゃってください、カメラに、はい、走ってください。はい、あっぱれ神奈川大行進スタート。イエイイエイ、あったかい。皆さんありがとうございました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔しました。これもう出たくないな。オープニングでも話しましたけど、うん、この小田原駅のすぐ近くにあるこのね、オムライス、最高じゃない、ハンバーグ、バーグが乗ってんじゃないこれ、はい、こちらをいただきましょう。ということで今私たちが来たのは大雄山線駅舎カフェ1-1という1-1お店でございます、はい、あこれがもうそうなんだ、うん、あの大雄山線ってあの南足柄の方に向かってね、はいはいはい、走っていく電車ですけれども、こうね、こうわ、なんかレトロな、ね、そうですよね。結構鉄道好きの方とか、うん、あと若い女性も来るお店らしいですよ。あ、もうこの、あ、そのまんまなんだ。あ、駅舎、あれが駅舎なのかな。そういうことなんじゃない、うん、おはようございます。おはようございます。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。お待ちしておりました。あら元気ですね。どうも、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは。駅長さん、駅長でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。失礼します。じゃあちょっとこれ収集させていただいて、駅長の姿、しかも今なんかジンジンコロンコロンって。こんにちは、ヤマさん。これは、これはですね、実際の発車ベル、当時使われていた、はい、沼津から三島広小路間で使われていた、はい、あの車掌と運転手による発車の合図のベルでございます、なるほど、はい。じゃあ店内結構、あ、ここにもねボタンなんてありますけど、そちらあの非常ボタンですね。これ押したらどうなっちゃうんですか。あきらさんがお盆を使えなくなります。絶対押せない、絶対、あー押そう、あー、どうだどうだ、動かない。本当だ。ほらさすが R1 王者。さすが。そこのなんかでっかいのついてますよ。はい、こちらが前照灯ですね。前照灯、はい、列車の前からこうライトを照らす、おあのビーム、ビームですね、はい、明かり、明かりです。それを外してここに取り付けたってことですか。そうです。すごい、あんなでっかいんだ。実際に使われていた伊豆箱根鉄道の備品が店内に散りばめられております。うわ、なんかレトロな雰囲気、ね、すごい。いや今聞いたらその鉄道ファンの方なんか、はい、じゃあそういうのを見に来たりするわけですか。その通りでございます。このあたりは、あ、これ切符とか。切符だ。うわ、これ懐かしい、この硬いやつ。懐かしい。俺ちっちゃい時これでしたよ、キャンキャンキャンだって。駅員さんがね、切符切って、はいはいはい、うわ懐かしい。今って結構まだこれあります、あります、あります。あのIC カード使えないんですよ。あ、大体のところ、はい、そういうところあるんだ。使えなくて、はい、今も結構これ使ってます、東北本線だと。本当に、はい、こういうのもね、ファンはたまらないですよね。じゃあ結構ファンの方がほとんどですか、お客さん。そうですね、鉄道マニアの方から、うん、また鉄道に興味があるお子様も楽しんでいただける店内となっております。あ、なるほどね、はい、駅舎カフェっていうのは奥もいいですか。ここでお二人、はい、奥へご案内しますね、はい、A2 番ホーム、あきらさん、てるいさん、入ります。いらっしゃいませ。シュ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 、そんな掛け声もしていただけるんだ。わぁ、これまで行けばいいですか。あ、こう釣り替わりますね。ちょっと見ていただきたいんですけど、はい、実際に使われていた釣り革になります。おそうなんだ。お買い物はセーブとかって書いてあって、もう本物なので、レプリカではないので、はい、
もう当時使われていたものがありますんで、そのまま、はい、あれはちょっと触ってもいいんですか？もちろんです、はい、おお、ガタンゴトーン、ガタンゴトーンってこうやってなってたわけですね。あ、ちょっと他は何もないです。揺れただけでした。そして奥はこれ何ですか？何これ、扉？こちらがですね、うん、金庫ですか？金庫になります。え、これ何が入ってるんですか？開かないんですか？こちら開きます。開きます？開くんですが、はい、貴重なものになりますので、はい、あ、手袋をはめるんですね。はい、ははは、していただきます。あ、私たちが、僕らが開けていいんですか？これもちろんです。 ありがとうございます。これはもう特別ですね、はいはい、ありがとうございます、すいません。そっか、こんな白い手袋をして、そうかそうか、これね、貴重なんですね。貴重なものだから。どうやったら開くんですか？ここ？え、こう、はい、こっちは、はい、共同作業、初めての共同作業、共同作業ですみたいな。まずはこれこうしていいんですか？はい、おお、で第一段階、はいはい、はい、でいいんですか、引いて、はい、あ、あ、あ、いた、おお、あ、分厚、あ、分厚、すげえ、わあ、大遊山線。 でこれもまだもう一段階いいですか？じゃあ一段階失礼します。はい、失礼します。あ、あ、こうなってんだ。こうなってるんですね。そして最後にもう一段階です。もう一段、これ。あ、ここ、はい、これか。はい。はい。せーの。おお、入ってる。雑誌？この中にも、当時の貴重な資料ですとか、雑誌ですね。鉄道ファン、マニアにはたまらない一品が、この銀の中に収納されております。はー、うわ、なんか楽しい、こんなのね、いや、ありがとうございます。ランチに来たのに、それ以上に他のこと楽しんじゃいましたね。気になっちゃってね、うん、で、あの、お席にいいですか？あ、ありがとうございます、失礼します。はい、すみません、ありがとうございます。あ、じゃあ、こちらでいいんですね、失礼します。お、うわ、なんかこのテーブルもすごい、渋い、失礼いたしました。贅沢オムバーグでございます。でかっ、え、あ、すごい高さがある。贅沢、そうですよ。ああ、ああ、僕の手と比べてもね、こんなでかい、うんうん、すごい、あ、いい香り、もう揺れてますよね。デミソースの、うわ、美味しそう。でも早速いただいちゃおうかな。イラストそのまんまですね。僕いいのかな、先にいただいちゃって。 どうぞどうぞ。ありがとうございます。じゃ失礼します。いや、やっぱちょっとこう崩したいよね、うん、どこから食べるか、これは迷いますね。あ、ちょっとね、割としっかりめに、うんうんうん、あ、卵も火が入ってて、これでね、いただきます。はい、うん、うわ、これソースと卵、はい、卵もなんか甘い、うんうんうん、あの、ふわふわとしっかり焼きの本当に間っこぐらいのね。あ、うわ、これはいいですよ。ハンバーグどうですか？ね、上のバーグもちょっと、うん、バーグももうパンパンですね。うわ、そうそう、バンバン。これちっちゃいけど、見た目ね、うん、厚みがすごい。めちゃくちゃ美味しい、うんうんうん、このお肉とか結構こだわりあるんですか？こちらのハンバーグが、うん、地元の食材を使用したいということで、うん、足柄牛を使っております。なるほど、 100% 足柄牛ですので、うん、ハンバーグこのサイズですけど、中にお肉、肉汁がもうギュッと詰まってますんで、すっごい、もう肉の味がどん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 出てきますね、うんうんうん、うわ、美味しい、うわ、嬉しい、あ、うわ、どんどん進んでいきますね。お待たせしました、黒いプリンソフトでございます。え、あら、はい、どうぞ。黒、ちょっと、え、黒、危ない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 、あー、大丈夫か大丈夫か、あー、大丈夫か大丈夫か、あ、びっくりした、倒れると思った。いいね、うわ、ありがとうございます。え、これなんでこんなに黒いんですか？なんで黒いんですか？なぜ黒いと思います？何が黒いと思います？何が黒い？黒ごま的なことですか？はい、なんか炭とか？その通りです。竹炭が入っております。竹炭、はい、おー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 、いただきます。へー、あ、チョコだ。チョコ、うん、チョコの甘さですよね、はい、濃厚なチョコ。ビターチョコです。あー、はい、え、でもどうしてこれ黒くしちゃったんですか？なぜ黒なのかということなんですけども、うん、大雄山線の線路がですね、はい、全部で
9.6 キロの距離がございます、はい、なので96、うん、黒でございます、はい、数字がいいですね、黒になったと、はい、お待たせいたしました、とろけるスフレパンケーキでございます。何これ、何ですか、あこちらで、こちらで、私そんなスイーツ三昧いいんですか、すごい、何ですかこれ、こちらはとろけるスフレパンケーキと言いまして、はい、最後こちら仕上げをさせていただきます。仕上げ、はい、失礼します。はい、ナイフを入れて、ふわふわだ、こちらにカスタードクリームソースをお入れします。流し込む、おー、あーしみしみ、すごい染みてった、うわ、最後にバニラのアイスを乗せて完成でございます。アイスも乗せる、うわー、贅沢、お待たせいたしました、ありがとうございます、失礼いたします。出発進行ですね、これは出発進行走り出しましたよ。こうやって目の前でやっていただけるんですか。はい、うわぁ、柔らかにもふわふわ柔らか、見えるかな見えるかな、このあーとろける感じ、あーたまらない、染み込んでる、うわ、じゃあいただきます。高いのかな、やっぱり出来立てだから、ふわふわ、もうない一瞬すぎる、はい、あの暑さとソフトクリームのこの冷たさ、うん、本当にちょうどいい、一瞬でなくなっちゃうふわふわ感、これなんかモーニングとかにも最高っすね、ないすごい、うわこれいい、本当になくなっちゃう、午後でもいいか、もう一日中いいでしょ、一日中いいね、一日中食べられますよすごいわ、うん、結構ボリューミーだな、そこの方までありますね、うん、うん、うわ、うん、美味しそうだ、どうで、人気ですかやっぱり、はい、大人気です、うん、もう最後女性の方も目がハートになって帰ってきますどうだろう、なってるハートなってんじゃない、なってるひめ、シチューは危険がいっぱいでござるぞ、殿、息災で息災でって、お元気で、あ、ありがとうございました、ありがとうございました、行ってまいる、うん、行ってまいります、行ってまいる、うん、はい、あ、いや、殿、行ってしまわれるのですか、いいです、似合いますな、 ありがとうございます、なかなか、はい、うん、私たち小田原城にやってきました、イエーイ、今ね、はい、衣装を着させてもらって、はい、結構重たいんですよ、この兜が、うん、しっかりしてて、あの歩くとこうガシャンガシャンっていう音もリアルですよね、いや本当に、うん、これ本当のはね、もっと重たいんでしょうけど、はい、まあ、これだけでもちょっと歩きづらい感じしますもの、私もこう姫スタイルにさせていただいて、うん、はい、ここで忍者の格好とかね、いろいろ着付け体験ができるんですよね、うん、面白い、はい、これでね、はい、ちょっともう、もう小田原城も我々目の前ですけど、目の前ですよ、ちょっと写真撮りたいですね、うん、ほら小田原城だ、すごい、どうですか、あ、初めてですか、初めてなんですよ、あのこっちに来てから何回かこう来ようとしたことはあったんですけど、うん、その時にこう雨が降ってたり、あ、すごく猛暑の日だったり、なるほどね、何度かこう諦めてて、ね、来られなかったんですよね、ここ、桜もすごいんですよ ね、 ここね、そうなんですね、小田原城は、あ、うん、もうこれつぼみが、あ、本当だ、桜のつぼみがもう、うん、もう間もなくですよ、皆さん春は、そうですね、うん、でも私たちの他にもやっぱりこう甲冑着てらっしゃる方いらっしゃいますね、切り合いをせねばならんだ突然切りかかんないで、ね、敵であれば今ちょっと背中が見えてるからチャンスかもしれないですよさすがにいけないか、はい、ということでね、まあ、もう場所は皆さん分かると思うんですが、はい、こちら小田原城址公園のね、小田原城の前に、うん、やってまいりました、うんうん、結構ね、お客さんって言うとおかしいけど観光客の 方、 ね、観光の、ね、方もいて、うん、いやこれ真っ白お城に青い空がまた映えていいじゃないですか、はい、本当に綺麗です、あ、
落ちちゃった。落ちちゃった。ごめんなさい。落ちちゃった。いろいろ。危ない危ない。ちょっとマスクまで全部。あ、すみません。ありがとうございます。見えちゃいけないもん隠してるみたいなね。いや、見えてもいいんです、別にね。見えてもいいんですけど。見えてもいいんですけど。危ない危ない。ごめんなさい。姫が。あ、待って。反対も取れちゃった。ちょっと姫が繋いでください。そう。もう。これは。はっ。つないで。これはちょっと。いやいやいや。ようようよう。どうも。あ、同じ味方でござるな。味方でござるな。みんな北条氏ですね。北条の方ですね。危なかった。敵だったら切らねばならぬとこだったぞ。すいません、突然話しかけちゃって、ごめんなさい。同じ時で、すいません。楽しいですよね。はい。いいですね。撮りました。はい、撮りました。どちらからいらっしゃったんですか。あ、湘南台から。ああ。じゃあもう神奈川の方で。はい。いいですね。ね、何度も来られたことあるんですか、お友達は。いや、今日が初めてです。初めてで、はい。あ、それで、じゃあこの甲冑の衣装を着て、はい、うわ、お写真撮らってて、はい、うわ、僕らも撮りたいですね、こういう写真。そうですね。ちょっといいんじゃないですか、これ。ありがとうございます。すいません、お邪魔しました。ありがとうございました。そして、アキラさん、ごめんなさい。繋いでいただいてありがとうございます。いや、とんでもない。何もしてないです。しっかり戻りましたね。マスクもつけられましたんで。すいません、ありがとうございます。別にいいんですけどね、マスクが取れたぐらいね。はいはい、すいません。やっぱりね、小田原城っていうと、歴史があるじゃないですか。そうか、そうですね。始まります。歴史劇場、出てねーはい、こちら。仕込んでたんですね。仕込んでおりました。うん、このね、小田原城というのは、難攻不落の城と言われていたんですよ。なかなか攻め落とせない、はい、有名な武将上杉謙信、武田信玄も攻め落とすことができずに撤退しました。泣いております。撤退したので白目で泣いちゃった、はい、ただね、この豊臣秀吉は無血開城に持ち込んだわけなんですよね。すごいな、はい。でもなぜこう無血開城できたかって言いますと、あの太閤一夜城というね、一夜にして城を築き上げたというような伝説が残ってまして、あの近くのここから3キロくらい離れた山ですかね、そこにこうお城を築いたんですけど、木をね切らずに作り上げまして、出来上がってからこう全部伐採して、そうするとこの北条型から見たら、はあ、城が一夜にしてできてるということになったんですね。なるほど、はい、そうか、それでね、はい、それでまあこうね、勢力の強さを見せて、うん、無血開城になったということなんですよ。なるほど ね、 ね、ちょっといい歴史を聞いたところで、はい、メールコーナー行きたいと思います、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。厚木市の森本さんからいただきました。ありがとうございます。アキラ&テルイオリジナル焼き物欲しいです。お、当たったら買おうにします。ところで、照井さんが描いた絵からは、はい、やっぱり白目なんですかね。あ、湯河原のね、視聴者プレゼントですね。放送の時はね、はい、まだ焼いてないし、うんうん、絵はね、見せてなかったから。そうなんですよ、私の似顔絵って言ったら、まあもうそういうことでしょうね。だって先ほども見せたじゃないですか、あの歴史上の人物たちを。あ、ね、でももしかしたらね、はい、どんな絵が描いてあるかわかんないですけど、うん、1枚ずつは当たるわけですもんね。そうですね。アキラさんは何書いたんでしたっけ。僕は、はい、あれですよ、あれをあれに書いて、はい、裏にあれを書いてます。何も伝わらないんですけど、これ増刊号見てくれたらわかるかな。そうですね、増刊号で、まあ、当たった方にはね、もちろん届くと思うんですけど、うん、皆さんにも絵柄を見せできたらなと思ってるので、大事にしてほしいです、はい、お正月なんかにね。あの、アキラさんのね、私の似顔絵皿にはイチゴとか乗せて食べてほしいかな。でもしあの当たった方は、うん、ぜひあのなんか料理を乗せて ね、 あ、いいですね、アパレ宛てに写真送っていただければ、うん、はい、ちょっと大喜利みたいになりますね。何乗せて撮ったら面白いかっていう。本当ですね、うん、でもあの一番上、はい、人いらっしゃいますね、はい、あの天守閣が平成の大改修で2016年にこう新しくなったそうで、行ってみますか。いざマイラン。お、かっこいい。まもなく最上階天守閣の5階です。5階、はあ、でも各階、ね、はい、お城だから。そうですね、エレベーターはないですもんね。階段ですね。あ、すいません。あ、すいません、お邪魔します。ちょっと出身したのかな。お、すいません、失礼します。他の階にも、ね、展示物ありましたけど、ずっとね、ここのこれもなんだろう、こ
れなんかあれでしょ、本物、本物なのかな、うん、マリシテンは、マリシテンと天守七尊、これ本物ですか。あ、こちら本物になります。ほうほうほう、 あそこの、あそこにあるのですか。そうです。1686年、はい、大久保忠友が小田原城に城主として上がった時に持ち込まれたものです、まあ、今年で337年小田原城を守ってもらっています。レプリカとかじゃないんだ。そんなのがあるんですね。はー、警備の方も知ってらっしゃる。そうですね、すいません、すいません、突然話聞いて、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ 外見てみますか。あきらさんどうぞ。はい、行きましょう、行きましょう。へー、わー、すごい、わー、あー、すごいすごいすごい、おー、すごい、あー、ちょっと怖い、おー、すごい、おー、すごい、宮田さん、山が箱根の方面かな、ね、そうですよ。わー、ちょうどこのお城から北西のあたりを見てるのかな、うんうん、あの江戸時代、うん、徳川家光三代将軍も、はい、この小田原城の天守から、うん、この眺めを楽しんだっていうお話が残ってるみたいですよ、わ、いや、 やっぱお城ってすごいな、目に登ると。あ、お、一夜城、あ、一夜城、私がお話しした石垣山、はい、秀吉が築いたという山、どれだろう、あれから手前のあそこの山かな、この辺りの山なんでしょうね、角度的に言うとね、うん、だからここから本当は木が生い茂ってて見えなかったんですよね、建設途中は。なるほど。ただ出来上がって全部木を切ると一夜にして城が築いたように見えたと。そりゃそうだよな、昔なんて、ね、もう木なんかもう鬱蒼と茂ってたんでしょうからね。そうですよね。こっちもすごい、あ、うわー、すごい、お客さんもいらっしゃいますね。景色すごいですね、ここね。あ、こっちは真鶴だ、真鶴、ね、伊豆半島の方が見えますね。伊豆半島真鶴、なんかちょっともう綺麗なんだろう、五光が差してるみたいなね素敵な、ね、またあの海面がね、キラキラキラと光ってて綺麗ですよね、はい、あ、船も見える、綺麗ですな、姫。そうですね、殿、うん、何年ぶりでしょう、こうして一緒に城を見るのは完全に北条氏の誰かが乗り移った状態になってますけど、うん、ここをずっと治めてたわけですよ、豊かなこの町を。綺麗だな。あ、さっきも教えてもらった伊豆大島、はい、くっきり見えるね。え、本当天気良くて良かったですね。本当風も全然ない、うん、いや最高だな。あ、そしてこっち側が、うん、はい、あのさっき私たちが、うん、あの写真ね、写真撮ったところですね。あ、この辺りは、ああ、なんか忍者、あ、本当だ、忍者がいる、見えるかな、どうだろう、あ、ない、忍者が手振ってる、あれ、なんだよ、もしかしてあれ、あ、戦ってる、あれ星野さんじゃない、あれ、そう、もしかしてそんなこと、星野さんとアルバイトの蓮くんじゃない？え、本当に？おう、そうかもしれない。本当に私見えないですけど。移動してまいりました。はい、我々まだ小田原城の敷地内におりまして、はい、ここは小田原城忍者館という2019年にオープンした新しい施設です、うん、いや、面白い、ちょっといろいろね、はい、説明書きなんかもあったり、この小田原北条氏が抱えていた風魔忍者の、うん、まあ、歴史とか体験ができる施設となってるんですよね、うんうん、あそこもなんかね、道具もあったりして、はい、うん、手裏剣かな、うん、おお、すごいすごい、見てください、風魔の小太郎、これ名前聞いたことありますよね、これ実物大？ 2 メートルを超えるそうです。2メートルだから俺170だから一ひねりですよ、我々。こんな忍者がいたんですね小太郎って結構ちっちゃいかと思ったら、ね、そうです、こんな 大太郎ですよね。おお、2メートルですって。あ、そしてさっきの忍者、そう、やっぱりさっき私たち知らない人かなと思ってたけど危ねえ、やっぱり星野さんと蓮くんでした。よかった、知ってて。ちょっと忍者やらさせてもらってていい仕事してましたよ。なんかもう盾がうますぎて、うん、スタッフさんかと思いました、もう、ね、後ろの。ありがとうございます、うん、じゃあちょっとこの中案内してもらえます。まあ、行きましょう、行きましょう。やっぱこれなんですね。超えるんだ、こうなんだ、いい、いい、いい仕上がってるね、あの二人。あ、暗い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 、
あ、なんだなんだ、なんかこの辺りはね、体験ゾーンですね。この忍者になった気分でいろいろ体験ができるコーナーだそうです。あ、なるほどね、こういうの登れたりするんだ、綱、うん、で、ね、へえ、子供とかこれ楽しそうだな、ね。こっち渡れますよ。あ、今こうやって遊んでますけど。なんだなんだこれ。水術？うん。あ、そうやるんだ。あ、なるほど。なるほどね。池を渡るわけね。はあ、はあ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 。うん。なんかいいね。渡ってみます。やってみます。行きましょう行きましょう。行きます。うん。あ、揺れる。これハスの葉が揺れる。あ、落ちた。落ちた。そっか、こうやって遊ぶんだ。あ、アキラさんは。いかん。すごい細い。危ない。ああ、落ちた。むず。これ子供の方がやりやすいかもしれないですね。子供の方がやりやすいわ。で、これもなんかありますよ。ほほ。ほほ。音を立てずに歩く。歩け。なるほど。ああ、ちょっと見本。じゃあ見本を見せてください。忍者なんで。はい。うん、いける？どうぞ。あ、うまいね。うまいね。あ、獣！あ、ダメだ。獣！忍者なのに。ルサだもん。もう一人忍者いるから。あ、そうか。いや、こっちが先輩だ。すごい。音出すとクセモノって言われるんですね。面白い。ああ、さすが。さすが。あれ結局喜んだらやめちゃった。これ結構ちっちゃい足音でもね、感知されちゃうんですね。ダメ、面白いな。で、この後はこっちがからくり屋敷。入ってみます。からくり屋敷、からくり屋敷、なんかあるんじゃない。普通っぽいですけど。あー、開く。あ、なんか合言葉。合言葉。あ、立つ座ろう山川とかで自分たちの合言葉にしてんだわ、こういうのね。あとはなんか、なんだろう、特に。ああでもこれ、あ、そうか、こっちはあれだ、さっきのところだ、これ、これ家族でも楽しいし、これ友達同士でも楽しい。あ、こんにちは。はい、お屋敷の中で合言葉見つかりました。合言葉、山川。あ、そうです、うん、それでで剣的術って言いまして、うん、合言葉3回言われます。それに合わせた立つか座るのボタンを素早く押します。なるほど、はい、覚えてます。ちょっと覚えてますか。え、これ始めればいいですか、うん、はい、敵か味方か見分けるぞ、はい、3度の合言葉をかけてお主を試す、はい、どっちが山で合言葉に従って青か赤を押してくれ。山と川だっけ、あれ、一度でも間違えどっちだっけ。山と川は覚えてるけど、はい、準備は良いか。良いです。川、さては敵か。間違った、間違っちゃった。もうグザーですよ。え、逆だったってことか。ね、山と川今最後の実践ゾーンなので、はい、頑張ってきてください。一度だけのチャレンジになってます。はい、すいません、私はナルト方式にしよう。あ、いいんですか、これ。え、これは何だ、これ何、これは何だ、これ立てばいいのかな、はい、立ちました。はい、はい、あ、対決ができるのか。何これ。先輩だ。エントリー中。あ、先輩なの。レン君の先輩。あ、先輩。先輩忍者。目の前に表示されている忍者の色。はい。自分の攻撃の色を。私緑だ。はい。わかりました。足元の丸い印から出てはいけないぞ。あ、なるほど。隣の忍者とぶつからないように。はい。はい、では練習です。終わりました。
ですね、もうすぐ春ですねって感じですね、はい、春を感じるお花も今咲いております、はいはい、で私たちどこに移動してきたかと言いますと、はい、まあ、さっきまではこの小田原駅周辺のエリアを、うん、まあ、主に小田原城ですね、回っていたんですが、ぐぐぐっと移動しましてこちら、うん、蘇我の梅林までやってきました。いや俺初めて来る、はい、あの関東でも有名な、ね、梅の名所ですね。もうちらほら咲いてて、ね、この辺り咲いてますよね、うん、そう、うん、で少しほんのり梅の花の香りがね、そうなんですよ、今日ちょっと風もあるんですけど、うんうん、風に乗ってね、そういい香りがしてますね。なんか、はい、俺この年になって思うんですけど、うん、年々梅って好きになってるんですよ、はあ、なんかそれこそ若い時は桜が早く咲かないかなって思ったんですけど、はい、この梅のなんか可愛らしさ、これね、でもパパパパパって咲いてなんかこうつけまつげみたいなさ、はいはい、あの丸くちょぼ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 ってこうね、うん、咲いてんのが可愛いですよね。ほんでまた梅の良さってさ、大きくなっても背が低いじゃない、はい、だからこう、この写真とかもほら、はい、映えショットみたいなの撮りやすかったり、そう目の前に、ああいいね、いいね、こういう、あいい、いい、こういう感じ、あいい、こういう感じ、あかわいい、いいですね、うん、いい、確かに桜だと見上げるばっかりですもんね。結構ねこういうね見上げることが多くなっちゃうんですけど、あどうですか、あら、ね、今年ちょっとね梅早いんですけども、はい、花がそうですか、いい梅咲いてます ね、 素敵ですね、この白い梅ね、なんか香りもねするって言うんだけども、はい、ちらもここに住んでるから全然わかんないんだけども、はい、いやほんのり香りしますよ、そうですか梅の香りが、ところでどなたですか、うん、そうですね、紹介が必要ですよねいきなりで、いやいやいいんです、この蘇我別所梅祭り観光協会って言って、ええ、あの梅祭りをね、あの、はい、あの運営しているところの会長やってます。そうですか、はい、川久保って言います、川久保さん、はいはい、後ろどんなのなってるんですか。あいいですね、富士山と、そうですね、勾配だ、はい、渋柿でこう染めてある、そうなんですか、貴重な、うわいい色、うん、あの実はこの放送日2月4日から梅祭りが始まるんですよね、はい、そうです、2月の4日から、はい、26日日曜日で3週間3週間、はいはい、梅祭りやるんですよ。確かに梅ってちょっと息長いですもんね、うん、長いですね、咲いてね、うわいいですね。この今咲いてるのが十郎っていうこの辺の特産なんだけども、はいはい、この梅園内にはいろんな品種があるんでね、はい、場所と品種によって咲く時期が違うんで1ヶ月間楽しめるようになってます。なるほど、そうなんです。ちなみに何本ぐらいあるもんなんですか、はい、あのここだけじゃないんですけど、はい、まあ、広いんですけども、はい、全部で3万5000本ぐらい、はい、3万5000本、3万5000本はあ。でも、うん、ここだけ見てもねだいぶ奥の方まで見えないぐらい、うん、もうじゃあずっと地元ですか。生まれてこの方ずっとここに住んで、生まれて、はいはい、育って、はい、はあ、じゃああれだ、青春時代なんかもこの梅林とって梅林と共に、そうそうですよ、ずっと小さい頃から梅とみかんで育ってきたようなもんですからね、はい、そうですか、いいですね。梅ってこの何種類ぐらいの梅があるんですか、うん、これは主にねこの特産の十郎梅、十郎と、はい、あの和歌山で言うのは南高、はい、白川が、はいはい、杉田、梅、う、後、ん、あとは、まあ、神戸なんてもあるんですけどね、はははは、まあ、10種類ぐらい割ってますよね、うん、メインがこの十郎ですね、はい、これは早く咲くんです。この後杉田とか南高とか咲いていって、うん、最後に白川とかフィナーレでね、あのしだれ、しだれの梅、うん、そうするとお客さん喜ばれますよね、非常に、
そういう形で、うん、枝もいいですよね。梅ってなんかこう竜のなんか手みたいな。これ皆さんね、うん、あの11月に剪定するんですよ、はい、梅切らぬバカっていうでしょ、うん、みんな剪定してこう人によってちょっと形は違うんですけどね、うん、これがね今咲いてないのは白髪っていう種類で、はい、梅酒になるやつですね。梅酒もいいですね。さっき咲いたのは十郎で梅干しですね、はい、これ梅酒になるやつ。そうか、梅の種類によっても加工方法が違うんですか。違う違 う, そ う, そう、この地域で分けてますね、しっかりと。これなんかしだれですか。そうですね、これがあのフィナーレの大気の最後に咲くしだれで非常に人気になりますね。いやすごい、ブワーンと枝なんかも青いのが出て、そうそうですね、手入れされてるんだ、はい、これも剪定してこういう風に仕立ててるんですね。でね、今日は、今日はね、運搬期間中で、はい、いろんな農産物を売るんですよ、うんうん、そのね農家の方に来ていただいてるんで、はい、ぜひね紹介させてください。ありがとうございます。お塩がいっぱいありますんで、もうすっかり見えちゃってる。ここにすごい。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。梅農家さんですか。そうです。梅農家の穂坂と言います。よろしくお願いします。すいません、準備していただいてありがとうございます。梅干し好きなんですよ、僕。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あの実家にもね梅の木があって、はいはい、お袋がいろいろやってましたもん。あ、そうですか、うん、お家で漬けたりもしてたんです。そうそうそう、そうなんです。はい、ありがとうございます。私今家で食べてる梅干しがこの蘇我十郎梅です。へ、うん、拍手いただきました。拍手いただきました。ありがとうございます。家でね、酸っぱい酸っぱいって言いながら食べてますよ。酸っぱいの美味しいのね。今日はね、あの食べてもいただけるんで。あ、嬉しい、はい、嬉しい、はい。あ、そちらの柑橘類もこの辺で育った、はい、そうですね、あのこの目の前の蘇我山で採れる、うん、あの柑橘類が今全部きれいに並んでます、はい、特にあのこの今神奈川県でも小田原でますけど湘南ゴールド、湘南ゴールドね、有名ですもんね。これが一番今おすすめになりますんで、今年はあの味も乗ってまして非常に美味しい、みかんになってますんで、ぜひ召し上がっていただければ。ありがとうございます。じゃあ期間中はこれが皆さんいろいろ購入できるわけですね、はい、そうですね。うわ、ありがとうございます。すみません、じゃ植えてね、手を拭いて除菌させていただいて、ありがとうございます。あ、梅干しですね。梅干しもありますし、あ、もう食べる前から唾液が、はいはい、唾液が来てます。やっぱり一発行きたいですよね、梅干しね。じゃあ一口でいきますか。うん、行きましょう。一口で、いや、一口で。いいです、大丈夫。行っちゃおう。いや、私塩だけですからね。塩だけですからね。これ塩だけでつけてるんですよね。うん、一口で。これ私家で食べてるから分かるんですけど、一口でいきます。いや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 、お任せしましょう。一口でいきますよ。美味しいですよね。美味しい。言えますか、美味しいって。美味しい。酸っぱい。自分もね、ちょっと失礼して。はいはい。いいですか。はい、酸っぱ、酸っぱしょっぱい。あ、柔らかい。はい、あ、皮が薄い。薄いね。美味しい。十郎の特徴です。そうですか。皮が柔らかい。うん。うめえ。うまい。うまい。梅やせにね。うまい、美味しい。うまい、美味しい。やっぱ梅干しは酸っぱくなくっちゃ。そうです。うん、最近ね、そういうお客さん多いんですよ。どうですか。塩だけで漬けたの。今いろいろね。蜂蜜とかね。いろいろあるけれども、あれもいいですけど、塩だけでいいですねって。あとこの十郎梅って、うん、食べた後にこの種の周りに果肉残んないですよね。うん、あ、そうですか。なんかこうスッと取れる。あ、そうですか。新しい。たくさん食べられる。新しい表現。新しいですか。食事かじり梅とか、梅肉とか、はい、ゼリーなんかもあって。ぜひぜひ。あとそっちの柑橘だ。柑橘も食べてみてください。ちょっと柑橘もいただいちゃおうか。じゃあこのぜひ。え、湘南ゴールド。いいですか。どうぞ。じゃあ私生で食べたことないかも。確かに加工してね。ね、加工してはね。あ、皮も柔らかい。剥きやすい。こんなに。鮮やかな黄色なんで、ね、いい香りでしょ。すっごい香り。ほんと爽やかな感じがするんですよ。ほんと柑橘って感じの。あとで拾いますね。丸かじりしましょう、はい、そうか、はい、贅沢に。じゃあ皮だけちょっと失礼して、すみません、はい、いただきますよ。かじっちゃおうな、うん、湘南ゴールドう梅と一緒じゃないですか。間違えちゃった。梅って言おうと思った梅と言おうと思ったでも本当に香りが強いから、あきらさんかじった瞬間にますますブワーっときました、うん、香りがした、うん、ずっとこの香りする。この辺でもナンバーワンですよ、この人は作ってる人は。甘いですか、はい、甘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 くて、うん、で爽やかで、うん、さっぱりします。でも甘み強い、ありがとうございます。
人気商品ですよ。うん。うん。湘南ゴールド。やっぱりね、やっぱり、やっぱり。ちょっとね、梅いただいて、湘南ゴールドもいただいたんで、これ、ね、いいですか、ぜひ子供向けの甘いやつもね。ね。ぜひ。うわあ、いろんな商品出してんだな。おお、すごい勢いですった。おえー、びっくりした。うん。うん。それみかんですよ。温州みかん。よくわかってらっしゃる。やっぱり梅だけしかこれ通用しないですね。そうですね。梅だから梅で。うん。でも美味しい、甘くて。うん。足柄さんですってこれ。この辺でやっぱりみかん。そこやめとるみかんで。うんやってます作ってますね、うん、あれこれも柿で染めてらっしゃるんですか。違います。柿こちらが、ね、柿で染めてるらしいんで。違います。そして梅酒なんかもこれもね、うん、この地方の特産ですから。あれでしょ、うん、これ収録終わったらちょっと行っちゃっていいですか。あ、いいですみんなで行きましょうよ。これこれと足湯で最高。いやいや、燃え燃え映えてるよ。ありがとう。どこの店ですか。どこ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 の店ですか。どこどこ。